続いてのニュースです。いよいよ明日に迫ったベロシティグランプリ、注目のレーサーは何といっても前回のグランドチャンピオン、ご存知ミスターベロシティ。胸に V のシンボルマークを掲げ、赤いマントを翻し駆け抜ける彼の姿はまさにこの街のヒーローといったところ。さて、そんな明日の気になる天気予報は、降水確率、天才科学者ドクトル・フォーリーシニアの教えに唯一不手際があったとすれば、それは最も初歩的なアドバイスをおろそかにしてしまったことにある。彼は息子への助言を、隠し場所にちょうどいいではなく宝箱には鍵をかけようと結ぶべきだった。鍵のかけ忘れがもたらしてくれるのは、中身をせしめようともくろむコソ泥の登場と、鍵をかけておけばよかったというやるせない後悔だけ。それが宝箱であれ窓であれ。ドクトル・フォーリー・ジュニアが助手キノコとノンレム睡眠に落ちているのと同じ頃、案の定登場したこのコソ泥一味、名はレッドママファミリー。顔面認証システムを起動します。識別完了。対象をドクトル・フォーリー・ジュニアとしてフィックス。ね、ママ、もうこの際どれでもいいんじゃないの？こんなにあるんだし。ダメに決まってるだろ。この仕事パパ直々の命令なんだからね。右に3つ。というと、万が一失敗でもしたら？ベロシティ湾に3人の死体が浮かぶ。当然そうなるだろうさ。上に行こう。怖い怖い。こないだもパパの雇った私立探偵が行方不明になったって聞くし。ああ。俺も聞いたよそれ。あのヘビースモーカーの探偵、名前は何て言ったっけ。あんたたち無駄口を叩いてる暇はないよ。明日の朝刊の記事になるなんて私はごめんだよ。とにかくアリカは絞られてるんだけどね。次右20。ママこれ。え、ちょっとビル何やってんだい、早く下ろしな。はい。レバーが逆だよ。いけね。寝てる場合じゃないですよ。何？薬？別にいいじゃないか薬ぐらい。でもあれを悪用されたら。悪用って？盗まれたのはパワーズオブテン。ドクトル・フォーリー・ジュニアの名を世界に知らしめた出世作にして最大の失敗。博士？キノコよ、君の言ってることは実に正しい。はい。つまりあの薬が盗まれたことは大変なことであって、寝てる場合じゃないってことさ。はあ。けれどキノコよ、君は一つだけ間違っている。あの薬は私の2番目の失敗作だ。ベロシティグランプリ公式ルールブックにはこう書いてある。あなたが自転車を漕ぐ前にしなくてはならないことは、サドルに座ること、ハンドルを握ること、そしてじっと前を見つめることと。特に最後の一文には注意が必要だ。必ずしも自分の前に道が続いているとは限らない。待ちたまえ。人生とはそういうものだ。待ちたまえ。
ここベロシティでは10年に一度の祭典が始まろうとしていた。女市長ベガ・スターバックが主催する血湧き肉踊るこの自転車レース、大勢の人々でにぎわう観客席はまさに絵に描いたような超満員。レッドブルいかがですか。普段は地元のおかみさん方の洗濯物干しとしておなじみのベロシティ像も、この日ばかりは勇ましい黒光を取り戻す。優勝賞金10兆パーマに体を張る一癖も二癖もあるプレイヤーたちが世界各地から集結した。もっとものっぴきならない事情で危険扱いとなるものも少なくない。分かろう。とにかくこのゲームを制した者はスーパースターの名声と一生遊んでも使い尽くせぬ巨万の富を得ることになるだろう。だが結果は彼らにとって晴れた日のレインコートほどの価値しかない。重要なのはいつもプロセスだ。今顔を揃えた8人のプレイヤー、常識を超えたスピードは冒険の大きさに比例する。人はこのレースをこう呼ぶ、ベロシティグランプリと。まあ大変。